はい、今回はね、誰やねんというカードを紹介しましょうか。わかりますか、皆さん。ファビオ・ペッキアですよ。何を隠そう、アビスパ福岡の元監督ですよ。アビスパになぜ来たんかなっていう感じで来ましたよね。で、あの時多分ね、アビスパ J2 だったんですよ。そこによく来たなっていう、まあ金やったと思うんですけど、で、来たな思ったら2、3ヶ月で帰るみたいな、なんか急に予定ができたみたいな感じで、でいつまでかユベントスのね、U23 チーム率いてて、で、気がつけばいつまでかクレモネーゼの監督になってて、で、気がつけばクレモネーゼをいつまでかセリエ A に昇格させてて、で、昇格させたな思ったらいきなり辞めてて、で、気がつけばパルマの監督になってるみたいな、ね、パルマといえばブッフォンがいるところですよ。謎の男やね、このファビオ・ペッキアって。情緒不安定かっていうぐらいね、いろんなことするよね。おもろすぎるよね。まあでもどうなんですかね、これから指導者として。まあでも、クレモネーゼを昇格させてる時点ですごいけどね。まあだけ結局、ね、監督変わったままいきなりセリアやから、多分今落ちるんちゃうかな。でね、このパルマを就任して、パルマをね、導くんでしょうけど、いや、すごいよね、そういう点では。人がおんなと思って、まあ、青春時のことがね、多分誰も知らんし、俺も知らんし、多分イタリア代表ではなかったような気がするね、多分ね、知らんけど。イタリア代表だとみんな覚えてるはずやからね、大体はさ。まあまあ、でも、選手の時どこいたんやろね、ちょっと記憶にないね、選手時代のことなんか全く知らんからね。なんか、ね、あのアビスパ福岡で一気になんか俺的には名前を知ったかなみたいな。こんなやつおったんやみたいなんで、そうそうそう、あのアビスパに何しに来たんかね。いや、気まぐれやったんかな。この人気まぐれっぽいよ、なんか知らんけど。でも意外と名称やったらどうしよう、このカードプレミアつくかもしれん。まあでもそれはないか。まあそんな感じで、今現パルマ監督の元アビスパ福岡の監督の、ファビオ・ペッキアでした。